でこれは温めっていうのはどういうことかっていうとその一生懸命取り組んでいる作業とは別の作業っていうのを行うっていう時ですが、まあ、要するに休憩取るるていうのでもいいわけですお茶を飲むっていうのでもいいしお風呂入るっていうのでもいいかもしれない、えー、とそういうその今苦しんでいる作業とは別のことをやっているそうするとそういう段階があると経てです、ね、ある時に突然、ぱっとひらめきが訪れる。 いうわけです。では、えー、想像におけるバイアスについてえっ、ー、とこれからお話ししようと思います。で、想像についてまあ、お話しするときにまあ大体いろいろな人がですねまあ、最初にあの持ってくるというか参照するのがあのここの下に書いてあるグレアムウォーラス。 っていう人の唱えた想像の基本図式、4段階説というのがあります。えっ、ー、と、彼の考え方によると、最初は準備の段階という。あの、想像っていうのは、あの、何か見た途端、パッと出たっていうのは、それ想像って言わないわけですね。あの、想像するために相当に苦しんだりとか、こうじゃないか、ああじゃないかっていうような感じで、えっ、ー、と、あの、 苦しむわけですね。そのことをまあ準備って言ってるわけです。で私たちの,あの研究の領域では、インパスっていう、まあ、日本語で言うと行き詰まりっていうような、まあ、そういう言葉を使ったりします。で、そうやって苦しんで、どうやってもうまくいかない、うまくいかないってやってると。で、えー、そうすると、ウォーラスの考え方では、次に温めっていう段階があると言っています。 で、これは温めっていうのはどういうことかっていうと、その一生懸命取り組んでる作業とは別の作業っていうのを行うっていう時です。まあ要するに休憩取るっていうのでもいいわけです。お茶を飲むっていうのでもいいし、お風呂入るっていうのでもいいかもしれない。えっ、ー、と、そういうその今苦しんでる作業とは別のことをやってる。で、そ,そうすると、そういう段階があると、経てですね、 ある時に突然パッとひらめきが訪れるというわけです。そしてひらめいた後はそれが本当にそのひらめきが適切なものなのか正しいものなのかっていうことの検証が続くっていうそういうふうにあのウォーラスは考えています。であのこれのわかりやすいのはあのこれどのくらい本当かどうかよくわからないんですけれど歩き目ですがあの王様に 王冠が純金でできてるのか、それとも混ぜ物になっているのかっていうことをちゃんと調べろと言われて、どうやっていいかよくわかんなくて、まあ苦しんでいた。で、これがまあ準備の段階になるわけですね。で、それでまあ疲れ果ててお風呂に入ったと。で、これは温めの段階になるわけです。そうするとお風呂の水がザーッと出たと。で、そこで突然ひらめきが訪れるっていう、 こういうことになるわけです。まあ、こういうのが、まあ、イメージされるといいかなと思うわけです。で、この検証っていうのも、まずすごく大事なんですね。あの、科学的な研究とかっていうのは、まあ、本当に研究のレベルでやると、ひらめきだけで問題が解けるってことは、まずないんですね。で、それが本当にそうなのかってことを実験とか、観察とか、計算とか、そういうことをやって、まあ、検証していかなきゃいけないわけですね。 ただ、私たちの研究の、認知科学とかの研究の分野では、まあ、あの、あんまり検証っていうのは、まあ、一般的な思考の働きとあまり変わらないので、あまり、まあ、取り上げたりはしません。まあ、こんなような、まあ、イメージを持っていただくと、まず最初にいいかなと思います。えっ、ー、と、じゃあ、その認知科学では、どんなことをやって、想像の研究をやっているのか。あの、アルキメデスの伝記を読んだりはしないわけです、私たちは。 で、えっ、ー、と、普通の人に、まあ、その、を呼んできて、被験者、まあじ、最近は実験参加者って言いますけれども、実験参加者を募って、それ、そう,そういう方たちを実験室に招き入れて、まあ、ある課題を解いてもらう。ひらめきを要するような課題を解いてもらう。っていう、まあ、そういう形でやるわけですけれど、まあ、ここに3つ代表的なものを挙げておきました。で、あの、左側のはですね、まあ、パズル系統、 ここに書いていて、えーね、要するに、えー、とこれは何かって T パズルこれご,ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども左側の 4, 4枚のピースを使って右のような T の形をきれいな T の形を作るっていうものなんです。で一見非常に簡単そうに見えるんですけれどもこれを見た途端解ける人はいません。 えー、大体私たちも何百人って、まあこのパズル使った研究をやっていますけれども、10人から20人に1人ぐらいが15分以内で解けるっていう感じです。ちなみに私はまあ30分か40分かかってます。ちゃんと測ってないけど、すごく時間かかりました。で、えっ、ー、と、これは正解は何かっていうと、こうなんですね。 つまり、あの、この五角形のなんか妙に、妙な形のへこみがあるものの使い方が、まあ、これにあまり人は気づけないわけです。だから、えっ、ー、と、なかなか、あの、問題が解けないっていうようなことが起きるわけですね。で、その過程でどういうことをやってるのかとかですね。まあ、中にはひらめく人たちもいて、その人たちがそのひらめく直前にどういうことをやっていたのかとか。 あるいは、あの、ひらめきに貢献するような情報を与えたときにはどういうふうに問題解決が進むのかとか、そういうことをまあ研究したりします。で、真ん中のは、なぞなぞ系統っていうやつです。で、これは、あの、遠隔連想課題、リモートアソシエーションテストっていうんですけれども、えっ、ー、と、ここに過長宿的問答って出てますよね。 で、この上の課と宿と門の後に一つだけ漢字を入れて、そしてあの日本語の単語になるようにしてください。というようなものです。どうでしょうかこれは多分比較的簡単に思いつくのではないかなと思います。答えはこれですよね。課題、宿題、問題っていうふうになるわけです。で、まあ、これはですね、 えっと、大学生にやった研究では、まあ、45秒間で解けっていう、まあ、セッティングでやるんですけれども、えー、と45秒でほぼ100%の人がこの台っていうのを思いつきます。さあ、では下の方はどうでしょうか荷台、玄関、自然。これに何か一語つけて作れますでしょうか なかなか思いつけないんじゃないかなと思います。で、答えは、これです。過重、厳重、自重ですね。という、思いという漢字を入れると、まあ、すべて単語になるわけです。で、これはまあ、本当に難しくて、えっ、ー、と、さっきの,あの45秒のセッティングの場合に、大学生で解ける人は5%ぐらいです。ですので、まあ、 10ってすぐに思いついた人は、まあ相当、あの、ひらめきがすごい、鋭い人だと思います。で、えっ、ー、と、右のものは発散課題となっていまして、これはですね、まあ、あの、例えば使わなくなった CD っていうのがいっぱいあるときに、それを使って何か役に立つものをつ考えてみてくださいっていうような、まあそういうような課題です。 で、この三つの課題っていうのは、まあ、各々非常に特徴がありまして、あの、パズル系統の,こあの左側のようなやつですと、人がこうやって組み合わせての全部観察できるわけですよね。だからそういうのをビデオに撮って後で、まあ、細かい分析ができるわけです。 だけども、こういうものを何十種類も用意するとかってことはできないし、まあ、解くのに非常に時間がかかるので、実験参加者の人たちに、まあ、大変苦しい思いさせることになるので、その繰り返し繰り返しいろいろやってみるってことは難しいわけです。で、なぞなぞ系統の課題っていうのは、それが、まあ、できるわけですね。こういうものを、あの、 えっと、50個ぐらいもうちゃんとしたリストがどのくらいの難易度だっていうのが分かってるリストがありまして、これを使ってまあ研究がまあ何回も何回もやることができると。だけども、これは、あの、どういうことをやって分かったかっていうことが分からないんですよね。聞いてもな,なんでじゃあ上の方で大って思ったんですかって聞かれても、いや、それは、 とそう思いついただけですってしか言いようがなくて、思いつくまでのプロセスがまあ全然わからなくなるってことですね。左と真ん中のやつってのは収束的な問題って言われるんですね。解が一つに決まってるところにこう収束していくみたいな、いろいろなアイデアの中で収束していくっていうような、まあ、そういうイメージですね。だけども、あの右のやつってのは発散課題ってまあ言われまして、要するにその、なんか決まった答えがあるわけじゃない。 だけど、まあ、それを、まあ、答えの可能性というのをどん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 自分で作り出していくっていうのは、まあ、そういうようなタイプの問題なわけです。えっ、ー、と、まあ、これが、まあ、よく使われる。まあ、いずれもですね、まあ、あの、本当の科学的発見に比べると、チャチーと、まあ、感じられるかもしれませんけれども、あの、その、普通の人が解ける問題じゃないと、あの、実験とか、そういうことができないので、 こういう課題を使って、まあ、あの、私たちは研究を進めてきました。まあでも、いずれにしても、あの、いろいろ悩んだりとかですね、その、さっき言った準備の段階、インパスの段階っていうのがあって、そしてひらめいてくるっていう、まあそういう特徴は、まあ全て有しているので、まあこういうものを使っても研究できると思っております。